栗橋町、栗橋町とは、かつて、埼玉県の都根地域に存在した、人口、約二万七千人の町である。北勝地下群の最北端に位置していた。通勤率は、東京特部へ二十点一パーセント、埼玉市へ十二二点パーセント、いずれも、平成十七年国勢調査。江戸時代には、日光街道が、都根川を越える用地として、関東産、 大関所の栗橋関所が置かれた水陸交通の要所の宿場町栗橋塾であった。現在も日光や東北へ至る鉄道は新幹線も含め栗橋を経由する。埼玉県内有数の米どころであったり、いちごも埼玉県内有数の栽培面積、収穫量で農業が盛んな町である一方、東京都市により、 約50キロと比較的近い地点に位置することもあり、都心方面へのベッドタウンでもある。また、有料な物流施設地、工業地としても発展している。2010年、平成22年3月23日、久喜市、南埼玉郡商部長及び、北勝鹿郡は趣宮町との新設合併により、消滅した。現在でも、旧栗橋町域を総称して、 栗橋地区という農地が広がる一方、東京都心から約5 0トルに位置し、1958年、昭和33年に JR 宇都宮線が電化され、上野まで1時間起きるようになってからは、東京都心方面のベッドタウンとしての特徴も有しいる。現在も近年開設された南栗橋駅周辺、栗橋駅、 西口周辺において開発が行われ、人口は増加傾向にあり、県内でも増加率は上位に位置していたが、首都圏反乱区域堤防強化対策により、堤防付近の市地、旧宿場の東半分、移転個数は270個にも上り栗橋や坂、神社も移転するの移転が進んでいるのと、東日本大震災で南栗橋地区で液状化現象が発生してからは、鈍化しつつある。 2017年、平成29年11月25日、液状化対策工事が完成し、再液状化しにくくなる地下水底下工法で、排水を開始し、復興が進んでいる。江戸時代には、日光街道が、根川を越える用地として、栗橋石所が置かれた、宿場町、栗橋塾であった。国道4号、国道125号、 埼玉県道3号埼玉栗橋線、埼玉県道12号川越栗橋線等の主要道路が差する交通の接点である。また、歴史的な地名としての栗橋には、現在の茨城県佐島郡五課町の一部、元栗橋地区を含む場合があり、古学防火の市場、栗橋城は、両町の境界線上にある、現、栗橋城市とされる史跡は、行政区的には、 五岡町川に所属するが、城の一部は、権ン堂川右岸である、栗橋町川にも及んでいた。関東平野のほぼ中央部に位置し、利根川、中川、権ン堂川の中石平野にあって、中川定地と呼ばれる定地が、中心の地形であるが、中心市街地、高柳や様などの西部、権ン堂川沿い及び南栗橋地区には、 自然堤防や旧堤防など微行地になっている場所もある。北葛飾群の北端に位置する。東部日光線が南東部から北西部へと縦断し、JR 東北本線、宇都宮線が南西部から北東部へと縦断する。両線は栗橋駅で交わり、相互に乗り換えることができる。町域南部を東北新幹線が通過するが、町内に駅はない。 町の東端、旧都根川の流路である権ン道川の自然堤防上を国道4号が南北に縦断している。中心市街の東側の栗橋交差点からは国道125号が西の加藤市、熊谷市方面に伸びる。また、町西部では国道125号から埼玉県道3号埼玉栗橋線が分岐し、南下する。その他、 国道125号の北側を並行する形で、羽布市に通じる県道が2本ある。中心市街は、町の北、栗橋駅周辺から、かつての栗橋塾の周辺に広がる。かつての栗橋関所と栗橋塾は、町の北端、利根川に接する位置にあり、栗橋駅はそこから南西に約1キロメートル離れている。一戸建ての住宅が多く、商店街は、 元の栗橋塾、駅前、及び両車をつなぐ道路に展開している。栗橋町役場、現、久喜市栗橋総合支所はこの市街地の南の角にある。南栗橋駅周辺を中心とした地域にも、まとまった住宅地、東武鉄道主導によるニュータウンで、計画人口は1万4000人。豊田土地区画整理事業により整備された南栗橋一丁目。 南栗橋12丁目が、田は水田と住宅が入り混じる。栗橋駅西側は、西口が近年の設置ということもあり、栗橋駅制度地区が整理事業、2022年完了が行われている。利根川には水位観測点が設置されている。この地点は渡瀬川と利根川の合流点と利根川と江戸川の分岐点の間に位置するため、 台風や大雨の際に警戒水位を超えることがあり、増水後の白蓮のジャンプとともに、テレビのニュースなどで取り上げられることがある。注意、ここに記した旧栗橋町は1944年、昭和19年4月1日合併以前の町域を対象としており、豊田地区及び西地区に関しては、豊田村、西村の港を参照されたい。 すべて2006年度のもの二次医療圏としては埼玉県都根医療圏に属する。市外局番は町内全域が0480。同一市外局番の地域との通話は市内通話料金で利用可能。区警務 A。収容局は埼玉栗橋局のみ。郵便番号は町内全域が349から 11XX である。 東武本線の始発終着駅があったり、工術する高速道路の出口案内標識などで、遠方の方でも栗橋と目にする機会が多いためか、近隣市町村以外やインターネット上からは、しばしば栗橋市などと誤認されていることもある。その他、東北新幹線が大宮駅小山駅間で東庁を通過している。タクシーの営業区域は、県南東部交通圏で、春日部市、 草加市、越谷市、久喜市、八潮市などと同じエリアとなっている。道路も比較的良好な環境で広域的な交通利便性に富んでいる。南北の物流の大動脈である国道4号が走る。町内は数少ない片側に車線区間となっている。 ちなみに、新旧の国道4号が並行する区間で両者が最も接近するのが東町と東隣の茨城県、佐島郡五花町付近でり、国道4号、工業団地入り口交差点区岸道352号線、五花町道9号線県道268号西関宿、栗橋線国道4号バイパス、五花交差点、西東と進むと、 新旧国道4号の距離はわずか3キロメートル程度である。一方、東西は国道125号が中北部を走り、東北自動車道加速インターチェンジ、行田、熊谷方面と茨城県下妻、つくば、土浦方面までを結ぶ。また県庁所在地埼玉市方面には、起点の国道4号、栗橋交差点から、終点の国道17号新大宮バイパス。 吉野町を IC まで全線に渡って、片側に車線の JR 宇都宮線、東北本線と並行して走る埼玉県内でも有数の大動脈である埼玉県道3号埼玉栗橋線、旧大宮栗橋線が通る。東庁内に高速道路は走っていない。それでも数インターチェンジまで約10分程度の距離となっており、利便性は比較的良い。 最寄り IC は東北自動車道加造インターチェンジだが、東京方面へは茎インターチェンジ、仙台方面へは波乳インターチェンジを使われることも多いようである。ちなみに、東北自動車道の本線上に設置されている茎、インターチェンジ、下り線、加造インターチェンジ、上下線、波乳インターチェンジ、上り線の各出口の案内標識には、栗とも表記されている。 役場のホームページでは、加蔵インターチェンジから約10分と案内している。八坂神社は、栗橋町の北端寄りに位置する。当庁の八坂神社は、毎年7月の第3度日に、天皇様、天皇様と呼ばれる祭りが行われる。祭りの屋台は、神社の南にある旧東第一小学校、現在、白蓮館の正門の通りに出展する。当には、 毎年晩春から初秋にかけて、トネ川を白蓮が遡上してくる。白蓮は、戦時中に食料として、中国から国内に輸入、放流された魚類であるが、食用としては、日本人の味覚に合うものではなかった。白蓮は産卵のために、霞ヶ浦から川を遡り、日本で唯一トネ川の東場流域で、大ジャンプを起こす。原因には、諸説あるが、どれも定かではない。 テレビ埼玉のニュースや在京民放、キーテレビ局でも取り上げられる。2004年度は上流で大雨がなかったことや霞ヶ浦で水量調整のために水門が閉じらて、訴状できなかったという話もあって、当庁でジャンプが確認されなかった。現在、栗橋駅東口には生後前の墓と吉経の昇魂碑、さらには生後すぐに、 源の頼朝によって殺された男児の供養塔がある。当時の伝説では、源の義経を追ってきた、聖午前は、1189年、文治5年5月現在の茨城県小賀茂、辺美下江、意味で義経の死を知り、当庁にあった高山義次元光領次小賀市中田で出家したものの、慣れぬ旅の疲れから病になり、同年9月15日に22歳で亡くなったとされる。 現在、毎年9月15日には、聖午前午前祭と称する追前供養が、また10月第3土曜には、聖午前祭りが行われる。聖午前午前祭では、邦楽の演奏が、聖午前祭では吉爪、聖光前、白拍子などによるパレードが行われる。江戸時代に指定された欧州街道、日光街道の江戸、日本橋から数えて7番目の宿場である。 東宿と、利根川対岸の中田宿は合宿の形態をとっていた。神奈川県足柄下郡箱根町、群馬県安中市松井田町と共に石書サミット、金星石書フォーラムを開いたことがある。箱根関、薄い石書と並んで、関東産、大石書の一つ。子供みこし、地元芸能及び盆踊りなど、小規模ながら打ち上げ花火もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。